はい、皆さんこんにちは、のりこです。ちょっとすっぴんですごいのでうさぎになってみました。今日は簡単にできるトールペイントをご紹介します。ぜひ皆さんもアクリル絵の具を用意して簡単にできるトールペイントを楽しんでいただけたら嬉しいです。ウェルカムボードの描き方についてやってみます。2号の丸筆を平べったくして葉っぱを描いていきます。なんか黙って描くだけの動画が面白いって言われたので、ちょっと今回は黙って描ければ一番いいんですけど、ちょっとこんな感じで描いてるところを見せたいと思います。最近私はホーローに描くホーローペイントっていうのを復活しまして、陶器でオーブンで150度で35分だったかな、焼くと普通に使えるっていうのがちょっとお気に入りになっていて、それを描き始めました。なんか使えるペイントっていうのがやっぱりいいんじゃないかなと思って、描いたものをすぐなんかこう日常生活に生かせるっていうのがトールペイントの醍醐味というか楽しさなんじゃないかなと思っていて、葉っぱの描き方はまあいろいろあるんですけど、今は丸筆で平べったくして平行四辺形を描くように描いてもいいし、2回で葉っぱを描くようにすることもできます。もう早いんだからちゃっちゃといろんなものをね描いていけばいいんですけど、結構もう絵の具出して素材を用意してっていうのをめんどくさがっちゃって結構やらないので、やっぱり地道にこう動画をアップしていくことが、映ってんのかな、ちょっとよく見えないんですけど、大事かなと思ってます。なんかこのコロナ禍なのでお家でできる趣味があったらいいなと思ってる人がいたり、あとアクリル絵の具も今100円ショップとかでも手に入る時代になったので楽しいんじゃないかなと思ってるんですよね。であとこの画像に映ってないので用意してるのは筆洗い、筆を洗うのでその容器を用意してあります。それは、牛乳パックをカットしたものとか何でも大丈夫です。こんな形で葉っぱを描きました。色が薄かったらまたちょっともう一回塗ってもいいんですけど、どんな感じで描いていくのかっていうのをやっていこうと思っているので、ざっくり塗りました。ピンクの花のバラを描いていきます。ひらがなの、いつも体験で言うのはひらがなの子の形を描くようにして周りを囲んでいくとちょっとバラらしく見えますよということで、こんな形で、丸く丸く描いていくとバラっぽく見えます。でここに、濃淡をつけたりするとより良いと思うんですけど、であと最後に真ん中にドッツを打ったらもうおしまいっていう感じなんですけど、ちょっと簡単すぎますかね。あと例えば用紙とか使って、5個ドッツを打って真ん中のところだけ、外側は白で真ん中を黄色とかにするとマーガレットみたく見えたりもします。ローズで写ってるかな、この字を書いてわざとずらしてます。でその周りをこう円を描くように描いていくとバラっぽく見えます。なんか食器に描いたりするときにはちょっとこうさりがないのが良かったりします。でこれで一周できました。後でちょっと濃くしたりツルを入れたりして完成画像を一応全部かけたら今度少し濃い色を足していきます。このちょっと濃淡をつけるために形を整えたり
していきます。ちょっとぐらい変でも後で直すことができるので、この渦巻きぐるぐるのバラは、初めて描く方にも簡単に挑戦できます。さっき携帯落としちゃったんで、ここにちょっと傷がついちゃいましたけど。で、まあポイントとしては、まあ、細く入って太くしてとかいうふうに筆のこう強弱がつけれるとより可愛く見えます。あとこの花と花との、間隔をちょっと開けてるので、間延びして見えちゃうときはつるを変えたり、ラインワークをするとちょっとつながりが出てきます。最後にあのこの花びらの中央に白でドッツを打ちたいと思います。1回ぐらい変えちゃってもいいかなと思います。で最後必ず、ニス仕上げをしています。雨ざらしのところとか、あの雨があんまり当たるようなところは避けた方がいいと思うんですけど、飾るときに。これそのものはあのティンって言って金でできてるので、多少のあのなんだろう、あ、木よりは丈夫にできてます。でこのままつながりを考えたときに、葉っぱの中にちょっと葉脈を入れたりするとよりはっきりします。で葉脈を同じ色で入れるよりはちょっと暗めの、ブラックグリーンのような色か、じゃなかったら逆に白っぽい色でこう入れた方がはっきりします。ちょっとムラも本当はね、味のうちと思えばこんな感じで緑を取って、この端っこまで描かない方がいいので、この根元が本当は影とか入れてもいいので、こう根元だけちょっと暗くしていくと。でこれ小物とか、あとガラスの鉢とかにこの繰り返しで描くと、あの簡単なバラですけど可愛らしく仕上がります。あとこのスタイラスって、あとはこの花と花とのつながりがちょっと漠然としちゃってるので、こうつるとか、あとお名前書いてもいいですし、なんかリラックスしてこうおうち時間を楽しむことができると思います。このライナー使うときはちょっと水っぽい方が動きが良くなります。こんなんでどうでしょうか。だいぶかけてきたと思うんですけど、この中央部分に白をちょっと3つぐらい打ちます。このお好きな色でいいと思うんですけど、わざとピンクの上に打ってます。で今日のもうちょっとかな、あと小花をちょっとさっきのドッツを違う色で打ちます。ライラックというちょっと紫ピンクみたいな色があったのでそれにしました。ドッツ打つときは何回も打つとちっちゃくなるので、つけながら
大きくしたいときはもっとたっぷりつけて押すとこうはっきり大きくできます。でこれ小花を散らすと明るくなるので、これを全体にやっていきます。どうですかね。あとリボン変えてもいいし、どん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 増えていっちゃうかもしれないですけど、ちょっとこれを手作りサイトでちょっと売ってみようかなと思ってるので、リンクが飛ばせたらちょっと飛ばしてみますね。手書きで書いたものをちょっと売っていくっていうのをちょっとやってみたいのでやっていきます。本日もご視聴ありがとうございました。完成品の画像を見てくださいね。